どうも、ウルウです。今回はですね、ブログやインスタで載せた写真とともにバングラディッシュの紹介をしていきたいと思います。最後まで見ていただけるとすごく嬉しいので、お時間ある方はぜひよろしくお願いいたします。はい、こちらですね、路上で綺麗なお札を販売してるんですよね。言ったら110円で100円札、綺麗な100円札を買えるという感じです。これバングラあるあるなんですけど、同じ業種同じタイプの店が軒並みつながってるという、これも20店舗ぐらい、固まってましたね、こういう店が。はい、こちらバングラディッシュ人の特徴でして、絶対に自分が手に入るはずのない写真をせがむという、これも写真撮ってくれってわざわざしまったスマホ出しましたからね、このために。こちらバングラディッシュの警察なんですけど、別にもう驚かないんですけど、普通にこれ日本に考えたら非日常すぎるなっていう、二欠でノーヘルというこれが当たり前ですね、バングラ。これはですね、普通にカフェでロングブラックを頼んだらジョッキできます。ロングブラックのエールを頼んでジョッキで来るのがバングラディッシュです。もう最初で最後ですね、ジョッキでコーヒー飲むの。はい、こちらですね、インドとバングラディッシュの国境でして、もう何かおかしいこと気づきません？僕すぐ気づいたんですけど、もうこっちがインドの方で、言ったらインドはすごい整備されてるんですよね、綺麗に。でもバングラめっちゃボコボコという誰も気にしませんでしたけど、まあ、僕はすぐ気づきましたね。こっからパクリ系いきます。進出されてないしてないセブンがなぜかある。スターバックスも進出してる。スターバックスコーヒーかっこタイチャイニーズウエスタンファーストフード BBQ シーフードって、もう全くもってカフェじゃない。これはサブポイント、サブウェイならぬ、全くサンドイッチじゃなかったです。はい、これもサブウェイのパクリシェアで、サブキッチン、サブラバーズこんなのもバングラでありますよね。はい、これは言うまでもなく、フードブックという、もうどっかで見たことあるような、これ店内なんですけども、完全にやってますよね、これ。ニック、チームメイトが履いていた靴のメーカーがニックだった。これは4本線 の, アビバス、なんかありそうですけどね。はい、ここ遠征先のホテルでして、まあ、早速なんかセブンイレブンってロビーやらかしてるんですけど、ここ遊園地内のあるホテル でそこにあった遊園地がすごい面白くて、シーライオン見つける、人間腕足カンガルー、超短足サラブレッド、アジアなのにめっちゃ凶暴なアフリカンゾウ、目ん玉なし恐竜、この右側、この川の向こうの右側、フラミンゴの頭丸のみワニで、充血ライオン、これ子供だったら完全に泣いてますね。僕これ18禁でしょ、これ頭規制されてますからね。これももうやばいですよね。まあそんな感じで、まあ面白い遊園地でした。はい、まあ以上で、まあ、今日は終了します。ですね、1000人チャンネル登録者数超えたらライブ映像っていうのができるんで、よりバングラを伝えれると思います。まあ、ぜひともチャンネル登録、高評価、コメント、シェアで応援よろしくお願いします。最後までご清聴ありがとうございました。それじゃあ。